先頭に有利、サバイショー携帯品ランキングトップ5、第5位、祭祀調整。通常のワープは黒っぽい魔法陣が描かれ、設置する場所次第では分かりにくい。この携帯品は遠目からでも目立つので、かけらに余裕がある人は購入をお勧めする。第4位、空軍雷ゼネレーター。通常の銃よりも着弾時の煙が多く、ハンター目線視界が悪くなるため実用性に長けておりランクイン。デザイン、エフェクトともに最高。第3位、機械技師デスノートコラボカメラ。第3位にランクインしたのはデスノートコラボの際に登場したこの携帯品。このアマネミサロボットはシルエットだけだと通常のキャラクターのように見えるので、ハンターが間違いやすいのが高評価。第2位、占い師ブンストコラボ芥川龍之介。この UR 衣装、芥川龍之介を着用することでフクロウが黒獣に変化し、浮遊する音が控えめになっているためハンターに気づかれにくい。第1位、傭兵コナンコラボ赤い周一。肘当てのデザインが黒い手袋なのでハンター視点分かりにくい上、3つ全て使い切っても右手の素手が見えるだけだからアイテムを持っているかの確認が困難。超おすすめだ。キスケゲームチャンネル。